アウタリ、またはアウタリウスはランボバルド王国の王。第2代ランボバルド王クレフが574年に暗殺されると、ランボバルド人は息子のアウタリをすぐに大いにつけようとはせず、10年の間国内の公が抗議する諸行の時代に入った。574年と575年にランボバルド人はメロビングチョ・オルレアン王軍トラムの支配するプロバンスに侵攻した。 この報復として、軍トラムと同盟していた、アウストラシア王キルデベルト2世が、北、イタリアに侵攻した。アウストラシア軍は、アディジェ川を降り、トリデントムを占領した。また東ローマ皇帝ティベリウス2世が、フランク人と同盟しようという動きを見せるようになり、ハサミ撃ちを恐れた、ランゴバルド人は584、5年にアウタリ王に、選出し、首都パビーアを彼の領地とした。 彼の最初の難敵は、ランゴバルド人でありながら、東ローマ帝国と組んで、ポーヘーゲンを支配していた、ブレシェロコードロクトゥールフだった。彼をラベンナに追いやり、ブレシェロを制圧した後死去するまでの6年間、アウタリは、ラベンナ総督スマラグドゥスやメロウィング朝、フランク王国の将王と戦い続けた。グントラムとキルデベルト2世は、 最初の報復に飽き足らず、以後何度もイタリアに侵攻した。その背景には、アウストラシア王デウデベルト1世のイタリア遠征の記憶や、キルデベルト2世の母で、高戦的なブルンヒルド、東ローマ帝国、ラベンナスを特区による強い後押し、グントラムの短期で激しい性格があったとされる。彼らが588年に侵攻してきた際は、アウタリはこれを、 やすやすと撃退したものの、二人のフランク王は590年に、再び、モンスニ峠と、ブレンナー峠を通って、ミラノやベローナに侵攻してきた。この時には、アウタリも、パビーアでの牢状を強いられたが、フランク軍は、ラベンナ総督軍との連携が取れず、結局薬病が発生したため撤退した。フランク人の脅威を受けていない時期には、 アウタリはもっぱら東ローマ帝国領に侵攻し、ランゴバルド王国の勢力を広げていった。コマッキオの要塞が陥落したことで、東ローマ帝国は、ラベンナとパドバの間での連絡を絶たれた。スポレート公ファロアルド一世は、ラベンナの外交を占領し、徹底的に破壊した。アウタリは、列長を抑え、カラブリアを征服することを誓ったが、この誓いは、 後のランゴバルドをもついに果たすことができなかった。589年5月15日、アウタリは、バイエルン公、ガリバルト一世の娘テオデリンダと結婚した。590年にアウタリは、パビーヤで死去した。毒殺された可能性もある。この後テオデリンダが、再婚相手に選んだ、鳥の子をアギルルフが王位を継いだ。ありがとうございます。